私たち家族はアメリカから宣教師として教会で働くために日本に来ました。今まで5年半日本に住んでいます。避難訓練に1回も出るチャンスがなかったので、地震の時どうすればいいかよく分かりませんでした。アナウンスが流れて日本語をちょっと聞き取れなくて不安でした。他の人の動きを見て幼稚園についていて避難しました。その夜ニュースを見て日本は大変なことになったと分かってきました。その後さらに分かれば分かるほど不安が強くなりました。このような時、身を守るために逃げる人もいれば、その場で立ち向かう人もいます。私の周りでもそうでした。すぐ関東を離れた友達もいましたし、早くアメリカに帰ってきてというメールもたくさん来ました。私たち家族も逃げるか立ち向かうか考え始めました。でもはっきり結論が出たわけではないのですが、とりあえず今ここでできることをしようと思いました。私はせっかく日本に派遣されているのだから、日本でとにかく被災地を助けようと思いました。日本は人と人の関係が大切な社会と感じていましたから、被災地に知り合いがいないと動きにくいだろうと思いました。でも知り合いがやっぱりいないので、教会の牧師さんたちのネットワークでいろいろな教会に連絡してみました。1日かかって電話が通じるようになって、福島教会の牧師さんと話せました。その人はたまたま津波の時東京にいました。月曜日、私の主人が支援活動のためのトラックを手に入れて、その牧師さんと一緒に会津若松の避難所に行きました。トラックは急いで我が家と教会スタッフの台所から集めた食べ物を載せました。それがその後何度も東北を訪れて、たくさんの人と知り合っていくきっかけになりました。主人のトラックが出発して、私は一人になって誰かと一緒にいたいなと思いました。それでいつも電話している同じマンションの友達の美穂さんと、もう一人沢子さんに電話してこう言いました。一緒にうちでお昼ご飯を食べよう、それから東北に寄付できるものがあれば持ってきて、他の友達にも聞いてみて。結局お昼ご飯を食べることができませんでした。なぜなら次々にお母さんたちが支援物資を持ってきて、うちはいっぱいになりました。お母さんたちは自分の携帯電話のアドレス帳を使ってどんどん連絡してくれました。美穂さんはすぐ携帯で電話をし、支援物資を集める場所として私たちのマンションのコミュニティルームを使えるようにしました。たくさんのお母さんが来て支援物資を集めたり、仕分け箱詰めの作業をしたりしました。子どもたちも学校から帰ってきて手伝ってくれました。夕方にはコミュニティルームもいっぱいになりました。次の問題はトラックでした。今集まっているものを出さないとこれ以上受け取ることができないと思いました。でもトラックはどうやって手に入れるか全然分からなくて、ただ焦っていました。すると携帯がまた鳴りました。友達の友達は運送会社の社長で、2トントラックを必要なら用意してくれるというのです。
45分後にはコミュニティルームの前にトラックが現れました。その後に気づきました。トラックを運転できる人がいないです。どうやって探せばいいか全然わかりません。私はコミュニティルームで必死に祈りました。夕方になり、お父さんたち帰ってきて荷物をトラックに積むのを手伝ってくれました。運転できる人はまだ見つかってないんですが、きっと与えられると信じて積み続けました。その時ドアが開いて、若い男の人が自己紹介をしながら入ってきました。僕はアフリカで支援活動をしていますが、一時帰国中です。何かできることはありますか？トラック運転できますか？あ、もちろんできます。今できる？はい、大丈夫ですよ。トラックはその夜11時には出発しました。それが1日でできてしまいました。お母さんたちの携帯電話はこんなに役に立ちました。これが私たちの活動の第一目でした。